今日は寒いな。湯豆腐つついて温泉でも入りてえ気分だ。じいじむさいわね、あんた。でも温泉に行けるかどうかは別としてさ、みんなでどっか遊びには行きたいよね。あ、それいいわね。ルリちゃんも一緒に行こう。そうね、企画者抜きでぜひ。いやいや、それ俺ってこと？いやいや、連れてきゃちょっとは役に立つと思うんだがね。ちょっと役に立つってくらいならいらないわね。特に温泉とか海とかには絶対に来ないで。ルリちゃんひどいな。俺のこと絶対誤解してるだろう。俺は確かに温泉も海もシチュエーション的には大好きだ。だけど俺には自信がある。女の子と一緒にいればどんなシチュエーションでも楽しめるって自信がね。はあ、余計な力を使っちゃったわ。なあ、宮本ってさ、俺の気のせいでなかったら柊には特に容赦ない気がするんだが、どうしてだ？いけすかない男だから仕方ないわ。そっか、そりゃ仕方ねえな。でもね、舞妓くんっていつもわざとルリちゃん怒らせてない？なんか楽しんでるみたいな。さあどうだろうね。もしかしたらそうかもしれねえし、そうじゃないかもしれねえし。どっちにしてもやっぱりいけすかないわね。でもわざとだったらなおさらタチが悪い。ハハハハ。このティラミスいけるわね。うん、こっちのいちごタルトもなかなかだわ。店員さん、こっちに季節のセットもう一つ追加注文よろしく。ルリちゃんよく入るね。さっきからもう10回くらいは追加で注文してる気がするんだけど。こんなのまだ序の口よ。スイーツは別腹って言うじゃない。っていうか小崎はもう食べないの？うん、私はショートケーキ一つでもうお腹いっぱい。もったいないわね。今日はいくら食べてもタダなのに。なんたってお金を出してくれる財布役がいるからね。財布扱いか。冗談きついな、ルリちゃん。でもやっぱり悪いよ、二人ばっかりにケーキおごらせちゃうなんて。気にすることないわ。二人がそうしたいって言ってるんだし、好意は遠慮なく受け取ればいいのよ。でしょ一条くん。誰もケーキをおごれなんて強制はしてないわよね。はい、その通りです。すべて私どもの気持ちでございます。そうなの？なんだかとても無理してるみたいに見えるけど。クソ宮本のやつ、ケーキおごらなきゃ DVD の件や写真集の件をみんなにバラすってほとんど脅迫じゃねえか。確かに相応の埋め合わせをするって約束はしてたけどよ。うん、さらば今月の小遣い。ママラック、お財布の問題はともかく、こうやって一緒にケーキ食べるの自体は楽しいことじゃない。せっかくだから明るく楽しもうぜ。誰のせいでこうなったと思ってんだ。ん？小崎、携帯鳴ってるわよ。本当だ。ごめん、ちょっと席離れるね。なんか小野寺、最近忙しそうだよな。小崎の家、今年は妹が受験生みたいで何かと大変らしいわよ。へえ、そうなのか。小野寺の妹か。きっと姉に似て美人と見たね。うちの高校に来ないかな。まったく、舞妓くんの頭の中は本当に常にピンク色なのね。ただいま。おかえり。
電話家から？うん、お母さんから。これから妹の学校の三者面談で家を離れるから店番してなさいって。だから私今日はもう帰らなきゃ。ごめんね。そりゃ残念だね。でもまあ家の事情ならしょうがないよ。店番頑張ってね、小崎。あとはあなたの分まで食べておくから。うん、わかった。よろしくね、ルリちゃん。それじゃあ一条くん、舞子くん、今日はごちそうさま。また学校でね。礼儀正しいいい子ですな。それに引き換え、すみません店員さん、シェフのこだわりシフォン追加でお願いします。もちろんホールで。ガハッ、まるで躊躇のない頼みっぷり。慈悲のかけらもない鬼だよ、ルリちゃん。何言ってるの。むしろケーキのおごり程度で許してあげている私の寛大さに涙して叱るべきね。あとこの焼きプリンの彩りクリームブリュレもください。オーガニックティーもセットで。まだ食えるのか。俺の汗と涙と青春の結晶がスイーツと化してルリちゃんの胃袋に飲み込まれていく。まあ仕方ねえよな。我ながら自業自得なところがないでもないし、これで宮本の気が済んでくれれば。奈落。お前このまま黙っているつもりかい。どういうことだ。実はさ、ルリちゃんに一矢報いるための作戦があるんだよ。作戦？どうしたの。男二人でひそひそ話なんかしちゃってちょっと気持ち悪いわよ。あーごめんルリちゃん、俺たちちょっとトイレ行ってくるね。ツレションってやつ。もう下品ね、食事中に。言っておくけど、トイレを理由に逃げたら明日また奢らせるからね。へいへい、大丈夫ですって。さてここならルリちゃんに話を聞かれる心配はないな。お前さ、もう下手なこと企むのやめとけよ。のんのん、そうはいかないよ。だってこのままルリちゃんに奢らされっぱなしじゃ俺たちの財布が寒くなって終わるだけだろ。せっかくだからこの機会に彼女の素敵な一面を激写してやろうと思ってんだよ。そのくらいしないと割に合わないもんな。激写ってまた隠し撮りすんのかよ。ルリちゃんって表情こそ乏しいけどケーキ食べてるときすごく幸せそうじゃん。なんつーのかな、ほっぺをいっぱいにしてひまわりの種を一心不乱にかじるげっしゅるい的な可愛さがあるよね。本人の目の前でそれ言ったら絶対殴られそうだな。まあとにかくさ、美少女写真集の編纂にあたっては物を食べてるルリちゃんの写真は必須だと思うんだ。普段クールなメガネっ子の無防備な一面みたいなさ、ギャップ萌え。というわけで楽、俺はこれからルリちゃん隠し撮り作戦を実行する。あの席の死角に潜り込んでベストショットを狙ってみせるぜ。はあ、分かった。止めても無駄そうだし、どうしてもやりたいってんなら勝手にやれよ。でもバレたら多分ケーキおごりじゃ済まされねえぞ。それこそ三つ星パティシエ呼んでスイーツ食べ放題させられるとかな。そうなっても俺は知らねえからな。おいおい、冷たいこと言うなよ、奈良くん。この作戦はお前の協力が不可欠なんだからさ。またお前の片棒担がされるのか。勘弁してくれよ、ほんとマジで。いやいや、何も今度はルリちゃんを交渉でダマくらかそうとかそういうことじゃないんだ。ただお前はルリちゃんとデートよろしく面と向かって話してればいいわけ。注意を引いてくれれば俺がシャッターを押すから。要するにおとりになれってわけか。今度はまたえらくシンプルだな。そのくらいなら大して負担でもないだろ。せっかくここまで一緒にやってきた仲間じゃん。手伝ってくれよ、ラク。頼む、この通り。ったくしょうがねえな。あくまで宮本と喋ることだけだぞ。
ありがとう、それでいいよ。俺のことは見て見ぬふりしてくれればいいからさ。よし、じゃあ早速作戦開始だな。お前は席に戻ってルリちゃんの相手をしてくれ。遅かったわね、舞子くんは。ああ、腹壊したとか言って個室でうめいてる。ふーん、そんなに食べてるようには見えなかったけどね。何？私の顔に何かついてる？いや、そういうわけじゃねえけど、たまにはちょっと宮本と話でもしようかと思ってさ。何改まって。まあ別にいいけど。さて、一応柊のために宮本の注意をなるべく引きつけるような話題選びをするか。で、話って何かしら。そういえば一条くんとはあまりそういう話をしたことはないわね。そもそも一条くん、私の趣味なんて把握してるの？言われてみれば本を読んでることは多いわね。自分じゃ意識してなかったけど、これも一応趣味ってことになるのかしら。一条くんは本とか読むの？一条くんの趣味っていうと動物の世話とか料理とか。小崎も言ってたけど、その辺の知識量は相当豊富だそうじゃない。趣味に関して凝り性っていうのかしら。打ち込めるものがあるのはいいことよね。それで他に話したいことは。一条くんからそういう話題を振ってくるなんて珍しいわね。一体どんなことが聞きたいのかしら。残念だけど、ご期待に添えるようなネタはないわよ。そもそも恋愛自体にあまり興味ないし。それは私も恋愛をするべきだということかしら。正直そんなことを言われても大きなお世話という感想しかないわね。今の私の周りには夢中になれるような相手なんていないのよ、残念ながら。それで他に話したいことは。勉強の話？そりゃ一条くんより少しは成績いいけど、参考になりそうなことなんて話せないわよ。それでも何か聞きたいことがあるの？授業をちゃんと聞いて予習復習をするくらいかしら。まあ当たり前といえば当たり前ね。退屈な答えで悪いけれど。身近に成績のいい人が多いのだから、その人たちに教えてもらえば。ちとげちゃんとかつぐみさんとかね。私？まあ古文漢文くらいなら教えてあげてもいいけれど。一条くんって意外と向上心があるのね。少し見直したわ。ふう、たまにはこうして一条くんと話すのも悪くないわね。意外と楽しかったわ。ところで一つ気になってることがあるんだけど。え？どうしてそこの床に置いてある段ボールはさっきから少しずつこっちに近づいているのかしら。これはどう見てもバレバレだろし。なんとなく中身は察しがつくけど、とりあえず箱持ち上げるわよ。バレちゃった？舞子くん、どうして段ボールに入って近づいてきたのかしら。しかもカメラまでしっかり構えて。テーブルの下からいきなり出現してルリちゃんを驚かせるイリュージョンを計画してた。なんて言っても信じてくれないよね。しゅ、さすがにその言い訳は苦しいんじゃねえかな。再三の警告にもかかわらず
舞子くんはまたしても隠し撮りなんてハレンチな真似をしようとしたわけね。あなたの強胆さにはもはや呆れを通り越して感動を覚え始めているわ。いやさすがにそこまで褒められると照れるね。ええ、せっかくだからその感動の気持ちを形にしておくるわ。覚悟しなさい。せうわデジタル一眼レフがスクラップに。てか中のデータにゃーメディアカードまでかなくな。嘘だろ、今まで取りためたデータが全部パン。美少女写真集への貴重な資料だったのに。あんまりだ。かわいそうだが、あんまり同情の余地はねえな。これに懲りたら不埒な行為に手を染めようだなんてもう二度と思わないことね。あ、店員さん、スペシャルジャンボイチゴパフェ一つお願いします。あと、そこで哀れに悲鳴あげてるメガネもつまみ出してください。え、容赦ねえな宮本、こいつだけは敵に回さねえ方がいいかもしれねえ。お、つぐみからメールだ。何の用だろう。一条楽へ。おい、もしかして貴様、私を避けてはいないか。あまり不自然に距離を置かれると、その、お嬢が不安になるだろう。私も仕方なくこうして貴様にメールを送ってやっているんだ。貴様もお嬢のために協力しろ。それだけだ。つぐみ清志郎。そういや最近あんまりつぐみと話してないな。それじゃあ学校行ってくるからな。お前はおとなしくしてろよ。嫌じゃ、ここにいては退屈じゃろうが。わやはもう行くぞ。わがまま言うと夕飯のお揚げは一枚減らすぞ。はい、わらわがその程度の脅しに屈するほど単純かと思うたか。なんとしてもついていくぞ。少し揺らいだなこいつ。おとなしくしてたら逆にお揚げを一枚足そう。な、何？わらはおとなしく待ってる。わかりやすいやつで助かったぜ。